久保さん今回、堀江門、堀江さんにしましょうか。惜しむべきはお金ではない、時間だ。時間は命なのだと。まあ、久保さんがねその、なんか熟成さんの話してましたけど、まあ、待てばいいじゃないですかと。まあ、うーなんだ、まあ、そのクリエイターさんに払うっていう気持ちもあると思うんですけど、時間っていう考え方もありますよね。その待ってる時間、確かに待ってれば出るかもしれないと。例えば映画とかもそうじゃないですか。 アマゾンプライムとかネットフリックスとかもそうかもしれないですけど、まあ映画で上映されます。で、その数ヶ月後にアマプラに入ってくる、ネットフリックスに入ってくるっていうのはもちろんあるかもしれないけど、その時間、帰ってこないですよね。映画館に行けばすぐ見れるし、窪さんだったら DVD 買えばすぐ見れるしっていう話で、何か買ったらすぐ見れるしって話で。だからまあじ、時間を買ってるっていうのもありますよね。うん、そのお金の使い方に関しては。 以前ね、僕はあこれすごい面白いなと思ったのが、以前働いてる会社で、一時期ね、女社長と一緒に仕事することが、女性の起業家の方と仕事する機会があって、その人ね、もうあの全然家の片付けできない人なんですよ。だからその、まあ、女性って、まあ、料理作るとか。 なんか掃除ができるみたいな、なんかそういう風潮あるじゃないですか。全くできないですよ。全くしないしできないっていう <laughs>。で、その、机の上もめちゃくちゃ汚いんですよ。で、その女性の方が言ったのが、すごい的を得てるなっていうのがあって、いや、なんか掃除なんかしなくていいじゃんみたいな。あのお金払ってね、あの雇えばいい,いいじゃんと。掃除してる時間があるんだったら経営のこと考えた方がいいよっていう <laughs>。そっちの方がお金を生み出せるんだからみたいな。 なるほどね、みたいな。<laughs> まあ僕にそういう考え方はなかったんで、掃除してる時間もったいないじゃん、みたいな。うん、まあ掃除してるその時間があるんだったら経営のことを考えてし、仕事の考えて売上作った方が、うん、全くそっちの方が売上がガンガン上がるし、みたいな。うん。みたいな話をしててね。まあまさに時間を買うっていう感じですよね。うん。でも多くの人はそのね、自分でやればタダでできるわけですから、 まあ自分でやりますよね。家政婦は雇わないですよね。うん、僕もすみません、こんなこと言ってますけど雇わないですよねで。僕の場合は掃除しながら考えてるって。<laughs> ただで考えるっていうね。掃除もしながら考えるみたいなね。洗い物しながら考えると。別に同時でできるんで。うん。そう。でもまあ集中、まあでもまあ、まあ人それぞれでしょうけどね。うん。そう。でもまあ、 まとえてるなっていう、すごいね。あのまあ、僕はやっぱ、経営者ではないので、ね、経営者向きじゃないからね。どちらかというと、僕は一般市民派ですから、多分。経営できなかったんで、久保さんもーマージャン店経営できてたら、手腕の経営者だったら、マージャン店赤字にすることもなかっただろうし、僕もね、えー、すごい手腕的な、すげえ経営者だったらね、 赤字を垂れ流す時期もなかっただろうし、うんはい、まあ、そういう考え方も世の中にありますって感じですね。言ってらっしゃい。